グランドストリート駅は、ブルックリンクのグランドストリート、ブッシュウィックアベニュー交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の駅で、終日 L 系統が停車する。北港ホームへの入り口グランドストリート駅は、デュアルコントラクトによりマンハッタンの6番街駅から、モントローズアベニュー駅に向かって建設された、BMT カナーシー線の初期開業区間の駅で、 1924年9月21日に開業した相対式ホーム2面2線を有するホーム壁面にはグレーに水色オーカーライトブルーライトグリーンのタイルモザイクの帯が設けられている駅の南端あたりには天井付近に格子がありタイルの帯はその周囲に合わせてカットされているこの部分のタイルはオリジナルに忠実に復元された部分でもある駅名には 茶色の地にセリフ体でグランド ST と書かれ内側に黄色、外側に緑の縁取りが施されている。ホームがカーブ途中にあるため青く塗られた i 傾向の柱はホーム中央部の改札付近にしかない。オープンカット工法で建設されたため土かぶりが浅いことからホーム間連絡通路はなく改札もホームごとに設けられている。改札には 自動改札機とトークンブース、表通りに出る階段が設けられている。マンハッタン方面ホームの階段は、グランドストリート、ブッシュウィックアベニュー交差点の北東角及び南東角、カナーシー方面ホームの階段は、北西角及び南西角につながっている。ありがとうございます。